はいえー、次に、ね、眼球を作成してみますね。眼球は球体で作成してみます。球体をクリックします。こうすると下の方に、ね、こう出てきますね。えー、これまず、ねあのー、手前に回転させますね。こういうふうに回転ツールで回転させて正確に90度ここで入力しますか。ローテイト X90 とすると、ね、正確にこう90度前に向きますね。それからこのマニピュレーターの大きさ、ね、キーボーボド マイナススプラでで大ききさ調整できますこれを移動しますね。移動ツールで移動します。ビューを変えて、スペースバーでビューを変えて、こういうふうに移動しますね。ここでスケールを変えます。これもねあのキーボードのショートカットを使うとですね、移動が W 回転 E、スケールは R と。WER と。E R で、終了するときは Q QWER と。これでもキーボード続いてますね。眼球をこういうふうに作成しますね。はい。で、あのー、キーボード F でフォーカスしますね。こんな感じですね。では、この、ここでスケールを書いてもいいですね。スケールツールで、こういうふうにね、潰してもいいですね。少し。まあ、縦長にするときはね、縦長にしてもいいですね。これは自分のスケールのようにやってみてください。 で、えー、あと、この回転させて、ちょうどね、これ面にピタッと張り付くような感じで回転させますね。まあ、いろんな角度から見て、こうやるとですね、こういう感じで、こういうふうにしますね。はい、えー、こういうふうになりましたけど、今度はね、これをね、あのー、コピーしますあの。複製ですね。いいですか。ここにあります。エディット、デュプリケート。デュプリケートっていうのは複製ですね。これを複製します。いいですか。 リュプリプケートを押すすと複製されてますこれ、ね、あの新しく複製されたものが、ね、重なっている状態ですね。これちょっと移動してみると分かりますけど、こういうふうになっています。で、ここでまた向きをこう修正するとですね、こういう感じで、こういう感じですね。はいまあ、これでも構わないんですけどね、ちょっとゆ歪んでても、まあ、それなりに味のあるキャラクターですけどね、あの左右対称に目を作りたいという人は、こう,、えー、こういうふうにやってみてください。まずね、これ。 えー、リリートしますね、はい。左右対称にするときはこういう風にします。いいですか。まずデュープリケートして、あのー、X 方向とこれ、ね、トランスレート X とローテイト YZ このねあのー、プラスマイナスを逆にすると反対側にきれいに移動します。でまずデュープリケートしますね。まずデュープリケートして、でその後にここですね。トランスレート X ここを えー、プラスマイナスを逆にします。プラスの場合はマイナス、マイナスの場合はプラスにします。こうすると反対側に移動しますね。で、次にこのローテーションですけど、これはあの、ローテート X はそのままで構わないです。これね、ローテート Y とローテート Z をプラスマイナス逆にします。ローテート Y が今25ですね。これをマイナス25にこうするとですね。ローテート Z は0なのでそのままでいいですね。こうすると左右対称になります。 いいですか次いきますね、えー。で、ここに今度はね、この黒目の瞳の部分を作りたいときはね、これをまたコピーするとですね、デ、えー、ュープリケイト。デュープリケイトした後に、移動ツールで移動します。で、今ね、あの、軸がこう、この面と面のね、その向きに、ちょうど直角にこう矢印が出てますけど、えー、っとね、あの、皆さんどうですか、あの、もしかして、え、矢印が上向きになってますか まっすぐ上。で、青がまっすぐ横とか。これはね、ここで調整します。この Move ツールをダブルクリックすると、このツールセッティングというウィンドウが出てきます。ですがこの Move ツールですね。これをダブルクリックすると、ツールセッティングが出てきます。で、ここで、あのアク o スオリエンテーションってありますね。で、これが今、僕の場合ね、これオブジェクトになっています。で、これがね、のワールドだと、常に軸がね、Y は常に上。 上向きで、すねで X と Z は常にこう横に向いてます。いいですかまっすぐ上に移動したり、まっすぐ横に移動したりするときは、ワールドの方が便利ですね、えー。で、もう一つのオブジェクトの方はね、このオブジェクトの向きに沿って矢印がこうなるのでね、例えばこの方向に移動したりとか、これは便利なんですね。あのー、まとめて一緒にね横に移動したり、上に移動したりというときはたいワールドですけどね、まあ、これはそのときの その状況を、ね、何をしたいかによって、オブジェクトかワールドに。で、これ、スイッチしますね。この場合は、オブジェクトでやってみますね。で、ここでスケールを変えます。で、スケールを変えて、ちょっと押,す押すような感じでねでこれ、まあの。ちょっと平らにするとねこう、また向きを変えたり面倒くさいので、ね、ちょっと、えっ、ー、と、スケールは、えー、0.2と、これで。はい。えー、今ね、ここに0.2と、XYZ 全部同じ数値を入れるとね。 こういうふうにまた元の球体に戻ります。で、これ球体を作って、ね、こう、こう中にこう、め込むような感じ。これでもいいですね。こういう感じで。こっちの方がですね、下手にあの、フラットにするとね、こう移動したときにまた角度を変えたり面倒くさいのでね。こ,この場合だとね、こう移動しても、まあ、特にこう角度を変えたりしなくてもいいのでね。ちょっと大きめの球体を作って、こう、中にこう、埋め込むような感じね。まあ、これでもいいですね。こういう感じですね。 で、反対側はね。まあ、これをまあ別に左右対称にする必要もないんですけどね。まあ、左右対称にしたかったのがここですね。えー、例えば、デュープリケートして、まあ、どうしてもこう、左右対称にしたい人はね、えー、ここですね。トランスレ l ト x これをプラスマイナス逆にしますね。で、ローテイト y と z をプラスマイナス逆にします。はい。z はこれでいいですね。0。はい。 これ,りますでこれはまたあとでアニメーションする時に、ね、これ適当にこう移動したりしていますね。